確かに美しい。だが象徴は常に灯っていることこそ重要だ。会長はそうおっしゃって微笑まれた。記憶にないな。しかしなぜそれが息を飲ませることにつながる。悔しいだろう。塔に一番近いものはそれがどれほど高くどれほど輝いているか知らない。機能している理解はあってもだけれど、その光はそのものも心惹かれるものでなければならない。であれば我々が会長の思い描いたビジョン以上の成果を上げ、思わず息を呑むような象徴を作り上げるまでだ。あの会長でさえ一馬娘として希望を抱く光をな。なるほど、そうだったな。あんたは女帝だった。今さらか。分かったら二度と私を舐めるなよ。まったく、どいつもこいつも人をか弱い花のように扱って。エアグルーヴにもウォッカにもスカーレットにも張り合う相手がいる。だが私は。朝よりはマシになったようだな、ローレル。一体どんな魔法を使ったんだ。魔法ってほどのことはしてないよ。感じたことを伝えただけ。そうか。まあもう放っておいて構わんだろう。学園へ戻って最後の詰めをするぞ。クリスマスはもうすぐだ。分かってる。なんか言わなきゃなんねえってことくらい。けど何をどう伝えりゃいいんだよ。任された仕事は完璧に全うしなくちゃ。私じゃない、仕事のためよ。サクッと謝ればいいだけなのに、あいつの言葉が本心だったら、そんなことが怖いなんて。メリークリスマス。やってきましたクリスマス。今夜はハロンタワーの特別ライトアップがあります。今年の公式アンバサダーはこのお二人、ダイワスカーレットさん、ウォッカさんです。ダイワスカーレットです。ハロンタワーのライトアップができるなんてすごく光栄です。ウォッカっす。めっちゃ光らせるんで楽しみにしててください。はい、よろしくお願いします。今回お二人が起用された理由をご説明いただいてもよろしいでしょうか。唯一無二のライバルってことで、イベントを息ぴったりに盛り上げていくためっす。ありがとうございます。ライトアップのデザインもお二人のようなサンタが空を駆ける様をイメージしています。二つの光がタワーを競い合うように駆け上がっていき、頂上にたどり着いたところでタワー全体がライトアップ。思い出に残るクリスマスになること間違いなし。楽しみですね、スカーレットさん。はい、点灯式まで私たちも盛り上げていきます。今日は最高のクリスマスにしましょう。公式アンバサダーの起用理由を話すのはスカーレットだったな。ウォッカがフォローできたということは、調子が戻ってきたか。言わなくちゃ、フォローしてくれてありがとうって言わなくちゃいけないのに。あ、ズボンのサンタさん、私たちハロンタワーの展望台に行きたいんですけど、どうやって行けばいいですか。ねえ、寒い。もういいから早く中入ろ。それか、今すぐギュッとして。もうしょうがないな、ほらギュそれでサンタさん、展望台は。1階からエレベーターで行きますよ。でも私のおすすめは外階段です。ああ、そういえばハロンタワーの階段って有名だよね。螺旋階段が2つあるんでしょ。はい、どちらから登っても綺麗な景色が見えますよ。ただ
早めに行った方がいいですね。どうして？今夜はライトアップのために封鎖するんす。外階段って人感センサーでライトがつく仕組みになってるんですけど、そのセンサーをプログラムで制御して下から上に向かって光を灯していくみたいっす。やば、それ絶対綺麗だね。じゃあ今から階段登って夜は下で見守ろっかな。案内ありがとうございますね。え、あの二人可愛くない？息もぴったりで私たちみたいだね。それでは間もなく点灯式です。スタンバイお願いします。ねえ、あのさ、二人とも今いいか？なんだその反応は。早く来い、トラブル発生だ。ライトアップができない？具体的には外階段の人感センサーを制御するプログラムに問題が発生しまして、点灯式までに修正できる見込みがなく。ってことは光が階段に沿って駆け上がっていくのはなしで普通にライトアップされるだけ？ちょっと寂しいっすねそれ。本当に申し訳ございません。私もとても残念です。タワーを駆け上がる馬娘サンタとお二人の共演を見せられないなんて。駆け上がる？あの、プログラムはダメでもライトをつける人感センサー自体は動くんですよね？あ、そっか、なら俺たちでサンタになる！